皆さん、こんにちは。あなたは女性に追いかけられたいですか？それとも追いかけたいですか？多くの女性が本来理想として抱いているものは、追いかけたくなるくらいいい男に追いかけられたいというものなんです。なので、この世で最もモテる男の特徴の一つには、追いかけたくなる男というポイントが必ず入ってくるんですよね。では、女性が追いかけたくなる男とはどんな男なのか、今日はそれについて解説していきたいと思います。今までは好きな女性をひたすら追いかけてばかりいた男性も、この特徴を学んで自分の生活に応用していくことで、今度はいつの間にか女性に追いかけられる側に立場が変わるかもしれませんよ。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 助けなきゃと思わせる男。女が追いかけたくなる男、それは放っておけない男です。つまり、私がそばにいないとダメだよねとか、私がいつも見ててあげないとと女性が思ってしまうような男性が、結果的に女性に追われるんですね。例えば、どこか頼りない感じがあるとか、失敗ばかりしているとか、そのくせ優しいから損ばかりしているようなイメージの男性です。ただこのパターンの場合、そもそも男性の見た目が女性のタイプであることが要素として必要になってくることが多いです。つまり、女性が最初から見た目的に興味を持たない限り、その男性がいくら弱々しくて損ばかりしていそうでも、女性は寄り添おうとは思わないということです。全くタイプじゃない男性が相手だったら、女性はその人をそもそも助けたいとは思いませんからね。好みの男性が弱っていたり困っている時に、女性はその人に寄り添い力になろうと追いかけます。もう大丈夫だよと言われても勝手に追いかけてくるんです。 2. 女の影がある男。女の影が常にある男は常に追われる立場にいます。女の影があるというのは、女性とよく連絡を取っているとか、女性と出かけることが多いとか、男性のプライベートをよく知る女性があちこちにいるというような感じですね。その女性との関係が実際にどんなものなのかは関係なく、このような背景があると、周囲の女性はあなたのことを、あ、この人モテるんだなとか、この人はきっと経験が豊富なんだなと思ってみるんです。そして好意を持ってしまったら、その途端に常にライバルがいる状態なんだと想像させられることになります。だから女性は心のどこかで焦るようになるんです。あなたに注目されたくて常にそばにいようとするし、たくさんの女に埋もれないで飛び抜けた存在になりたいと必死にアピールするようになるんですね。ただ先ほども言いましたが、これは実際にあなたに女の影があるかどうかは関係ありません。ただ女性がそう勝手に勘違いをして追いかけるというだけの話です。だから追われたい男性は女性に女の影が多いと思わせればいいだけなんですね。 3. 恋愛に興味がなさそうな男。恋愛に全く興味がなさそうな男性もいつも追われています。こういう男性をなぜ女性は追いたくなるのか、その真相は、私が恋に気づかせたいからという思いがあるからなんですね。例えば、全く笑わない男性を初めて女性が笑わせたという場合、女性は今まで誰も成し得なかったことを私がやってのけたとか、この人は私だけに心を開いたという気持ちになって、優越感で気分が良くなるんです。あと、これまで誰にもドキドキして見せない男の顔を初めてあからませることができたという場合も同じ。この人、人前でドキドキする仕草見せたことないのに、私といるときは確実にドキドキしている。私ってすごいという優越感を楽しむんですね。もちろん、単純に恋愛に全く興味がなさそうな男性を好きになってしまったから追いかけるしかなくて追いかけているという女性もいるんです。でもそうじゃない女性も優越感のために追いかけることがあるんですよね。なので恋愛に興味がなさそうな男性は、基本的にいつも追いかけることは決してなく、追いかけられているということになるんですよ。 4. 脈ありを示してくるのに素っ気ない男。脈ありを示しながらも好意を明確にしない男性も女性に追いかけられます。こういう曖昧なことをする男性は、結局自分で答えを出そうとしないから、それに勝手にじらされた女性が追いかけて答えを追求するようになるんですね。
男性に脈ありを示されると、今までその男性に好意を持っていなかった女性だって心の隅っこでわずかに、え、どういう意味？今のは好きってこと？何なの？とそわそわしちゃうんです。でもこれだけだと女性にはまだまだ余裕があります。だからこれだけだと追いかけてはきません。でもここから女性はそっけなくしてくる男性を見て余裕をなくすんです。昨日まで脈ありな素振りを見せていたのに、次に会った時はそっけなくて、女性はさらに、え、好きなんじゃないの？私の勘違い？ますますわからないと勝手に悩み出すんですね。こうやって男性が心底気になる存在になってしまって、結果的に女性は答えを求めて男性のことをどんどん追いかけるようになります。5. 余裕がある男。余裕がない男性のことは女性は追いかけません。まず余裕がない男性が魅力的に見えることが少ないんですよね。余裕がないということは、どちらかというと女性にモテるために必死であるように女性の目には映るので、そんな人をわざわざ女性は追いかけようとは思わないんです。でも余裕がある男性はどうでしょう。別に急いで彼女作る気もないよとか、俺は今仕事も趣味も充実してるからというような余裕がある男性は確実にモテる男性なんだと女性は思っています。女性はそういう男性のことを、黙っててもモテるから焦らないんだと思って見るんです。黙ってるとモテない男性はこのままだとやばいと思って焦って余裕を失いますが、そうじゃない男性は仕事にも趣味にも時間を費やして余裕のある雰囲気を醸し出します。だから逆にその姿勢がかっこよく見えてさらにモテてしまうんですね。女性はこんな余裕のある素敵な人を逃したくないと思います。なかなか恋愛に必死になってくれない男性を、女性は逆に必死に追いかけるようになるんですね。6. 全女性に平等に接する男。女性は自分だけを特別扱いしてほしいと思う時があります。だから誰にでも平等に優しい男性や、誰にでも同じように最高の笑顔を振りまいている男性に対して嫉妬することがあるんですね。その嫉妬心はある意味独占欲の塊なんです。だから男性が他の人には見せない顔を自分にだけは見せてくれるようにならないかと毎日追いかけて、特別扱いしてくれないと怒って見せたりして、ずっと隣を占領するようになるんです。実際最初から全員に平等じゃない男性がいたら、それこそ全然いい男には見えないはずなんですよ。差別がひどいってことですから。でも最初にも言った通り、女性は追いかけたくなるくらいいい男に追いかけられたいというわがままを言っちゃう生き物ですから、これも同じ。全女性に平等に優しくできる最高の男が自分にだけ優しいという、なんとも非現実的な状態を実現させようとして必死に追いかけちゃうんですよね。7. 何を考えてるかわからない男。ミステリアスな男性がモテるというのはよく聞いたことがあるはずです。確かにこれは間違いではないんです。もちろん見た目が好みでミステリアスということは重要になってくるのですが、要は何を考えているかわからない人が自分にだけ心を開いてくれるという状況を女性は求めているんですよね。だからもっと知りたい、もっと本当の顔を見せてほしいと追いかけるようになるんです。何を考えているかわからない男性というのは、基本的に口数が少なかったり、表情の変化がなかったり、自分の意見をあまり言わなかったりという感じです。実際にそんな人が隣にいたら疲れると思うんですよ。気を使うから。でもそんな難しそうな男性も攻略してみせるという好奇心を持っている女性は、ついつい興味を持って追いかけてしまうんですね。以上、すぐにでも追いかけたくなる男性の特徴についてご紹介しました。女性の性格も様々なので、追いかけたくなる男性の特徴も様々です。それにその特徴を持っていれば必ず追いかけられるというものでもありません。女性の置かれている状況や周りの友人の助言なども相まって、その都度流れは決まっていきます。恋愛って本当にタイミングがとても大事ですよね。どんなに追いかけたいと思う男性が現れても、その時点で女性に結婚を考えている彼氏がすでにいたなら、もう結婚の話も出てるのに今から別れて一か八かで追いかけるかと女性は確実に悩むんです。こうやって悩んだ結果、結局結婚してそれでもやっぱりあの時追いかけるべきだったかもしれないなんて悩むこともある。
これがよくあるリアルです。もちろんタイミング次第だからこそ、男性の皆様が常に魅力的でいるということを目標にすれば、怖いものはもうありません。気になる女性に出会ってから自分を磨くのではなく、今から磨いておくのです。そうすれば今までだったら逃してたかもしれないタイミングも、これからは逃さずに済みますよ。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。